2021年の日本プロ野球2021年の横浜 DNA ベイスターズ2021年の横浜 DNA ベイスターズでは2021年シーズンの横浜 DNA ベイスターズの動向についてまとめるこのシーズンの横浜 DNA ベイスターズは三浦大介監督の1年目のシーズンであるチームスローガンは横浜一新1月12日 2021年のチームスローガンが横浜一新に決定。また、横浜 DNA ベイスターズ誕生10周年プロジェクトがスタートし、その一環として、神奈川県の小学校などに通う約46万人の子供たちに挑むギフトバッグをプレゼントすると発表した。セーパ交流戦本節では、前レギュラーシーズン終了から本シーズン開幕までの支配下選手、 育成選手の登録、抹消について記述する。なお、抹消の挙手は、球団職員または、スポーツ関係、芸能関係の職業に転身した場合等、挙手が、公のものとして扱われるもののみを記載し、空欄は前述以外の一般職業に転身もしくは、挙手不明を示す。また、対談区分は自由契約、任意引退、詳細不明である場合については、 記載しない本節では本シーズン開幕から終了までの入り対談について記述する。7月19日から8月12日まで2020年東京オリンピック開催により公式戦が中断された。ありがとうございます。